はいみなさんこんにちは今日も新しい GPT 図を作ったので皆さんにご紹介しますこれは基本的に無料で使っていただきますので皆さんも ChatGPT プラス以上に加入している方は今すぐ使ってもらえるようになっています是非一度試してみてくださいまた何か不具合などがありましたら YouTube のコメント欄とかにも 要望やらを教えていただいたらなるべく対応できるように改良をしたいと思っていますでは早速お見せします g p t 図の名前は OBS やネット配信なら何でも聞いてやというような名前の g p t 図です今も一つだけ質問をして画面が出ています OBS で困ったことがあるので教えてほしいとどんなことでお困りですか そして僕の方が OBS を快適に動かせる WindowsPC の環境のアドバイスをくださいということでそうするとプロセッサー CPU はこのぐらいのもの以上のものが欲しいとかグラフィックカードはこのような形のものが欲しい NVIDIA の GTX1660 以上ぐらいがあればいいなというようなアドバイスが出ています。 そんな感じで6項目のことについてざっくりとした回答をしてくれています。ここでもう少し深掘りしたいと思えばそれに対しての詳細を尋ねてくれたらいいと思います。ということでこれをもう一度最初に戻した時にどんな風な画面が出てどうやってできるかそれをお伝えしたいと思います。 まずこの GPT 図を立ち上げるとこんなような画面になります。そして OBS で困ったことがあるので教えてほしいというのとインターネットの知識でわからないことがあるので教えてほしいと、まあ、この大きく2つの質問ができるようになっています。でで、も、OBS やネット配信以外外ののこことととといいううは、専門 GPT って、 どんなことでも知ってるんですけれども僕の GPT 図はそれ以外のことは答えない専門家ということでやっていますですからここで「インストールの詳細を教えて」と書きますでもこれは OBS のことだということは自動で判断しますじゃあ送ってみましょう はい、このように聞いてきました。インストールに関するご質問でしょうかというふうに聞いてきましたので、はい、基本から教えてというふうにしました。 OBS Studio の公式サイトにアクセスしてくださいというふうになっていてダウンロードインストーラーの実行そしてインストールオプションその辺のところまで一応書いてくれていますそして注意点ということでお使いのコンピューターが OBS Studio のシステム要件を満たしているか確認してください特に CPU やグラフィックカードの性能が重要です といいう,うになっています通常ならここから Google などで検索をするところですけれどももうここで DLURL とかいうようなこんな素っ気ない質問でも答えてくれますこのように OBS Studio 公式ダウンロードページというのがありますこのコーデーションマークみたいなところを押すとリンクになっていますちょっと押してみましょうはい このように公式サイトが出ますので本当に楽ですよね。今度はもう少し高度なことを聞いてみましょう。ノイズ処理のプラグインを入れれると聞きましたが、方法やノイズプラグインを教えてくださいというふうに言います。 RL ノイズノイズリムーバーというようなものとそして Waves の NS1 オートマティックノイズサプレッションプラグインこのようなものを教えてくれてその URL を教えてくれています特筆するべきは OBS っていうのは VST2 のプラグインしか対応していませんそれもちゃんとここに書いてくれていますとっても親切ですねこのようにして わからないこことをむねのことは解決できるようななそん OBS に特化したチャットボット,ト GPT というのはこの GPTs という機能ができてからですねこうやって専門特化できるような GPT を開発することができましたので今日はこういう OBS やネット配信のことを専門的に答えるようなチャットボットを皆さんに 公表しましたので、冒頭にも言いましたように、チャット GPT プラス以上の人しか使えませんが、該当する方は無料で使っていただけますので、ぜひ OBS のことで困っているということがあれば、このように質問をしていただいたら、わかる範囲で答えます。そしてブラウジング機能というのも使っていますので、なるべく最新の情報、 最新のバージョンでの使い方、そういうのに対して返事をするようになっています。もう皆さんもここまでできたら、あとどんなことが聞けるとかいうのは自分ででも考えられますよね。そしてちょっと応用的に使うんであれば、 配信の待機画面を作ってほしい。今回はうちの猫が赤ちゃんを産んだという配信をしたいので16対9の画像を作ってこんな風にサムネイル画像というものも作ってくれますちょっと聞いてみます子猫がいっぱい生まれたような こんな可愛らししい絵を作ってくれました。皆さんも OBS やネット配信なら何でも聞いてやこれをうまく使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。まったねー。